You are watching A-Kids TV! Alright, let's take a look at today's sentence. Repeat after me. 大きい声でお願いします。I am sweating a lot! I am sweating a lot! 今日、これ収録してる日はとても暑い日です。なかなか、汗が出やすい日なので、これをたくさん言えるようにしましょう。I am sweating a lot! I am sweating a lot! ポイントは、ここの発音、a lot!A lot. とてもいろんなことに使えるので、覚えておいてください。例えば、Thanks a lot. Thanks a lot. I ate ramen a lot. 最後につけると、たくさん感謝してるよ。Thanks a lot. たくさんラーメン食べたよ。I ate a lot. なんかにも使えますね。で、I am sweating a lot. 自分の汗かいたときと、あ、すごい汗かいてるじゃんっていうとき、結構使うので、You are sweating a lot.なんですけれども、ちょっとテクニックで、英語の発音の時、ここの You are ほとんど言わないで発音すると Oh, you sweating a lot これで会話は通じてしまうのでポイントとして覚えておいてください。大事なのはちゃんと R が必要だけど言わなくても通じる、流暢に聞こえるっていうところですね。これが I am の I'mぐらいで、あとは He is, She is なので省略することはないですね。We も省略できるかな。 I の時 We sweating a lot They sweating a lot はまあまあ言っちゃう。 I だと I の時省略なくして言ってしまうことが多いというのを覚えてください。はい、最後もう一度大きい声で言って今日の TV を終わりましょう。 Repeat after meたくさん汗かいちゃったよ。かいてるんだよ。リピラフタミ。I'm sweating a lot! I'm sweating a lot! Thanks for watching Ikis TV! ちょっと I'm sweating にしちゃいましたね。I am sweating a lot! かいてるのはそうです。Thank you very much!